マクスイム・クルイボニースは、ウクライナコサックの幹部でフメリニツキーノランの指揮者の一人、庶民の志願兵の司令官である。ルイーシャンカ連隊の連隊長。武ン派と過激派コサックの親分で、ハジム・ミ民の大将と呼ばれた。実生は不明。クルイボニースは、オレハナを意味するコサック風のあだ名で、ワシバナのマクスイムという通り名になる。 1648年以前のクルイ・ボニースについての資料は乏しい。1648年に出版されたポーランドのパンフレットにおいてクルイ・ボニースはポーランド貴族の眠いる位置家の濃度であると書かれているが、1649年のドイツ側の資料において彼はスコットランド生まれで幼い頃より海軍の兵役に慣れている人物であると主張されている。 1648年に、ポーランド・リトアニア共和国内でフメリニツキーの乱が勃発すると、クルイ・ボニースの活躍について、具体的な記述が登場する。1648年5月25日から26日までの間、クルイ・ボニースは、コールスニの戦いにおいて、コサック軍の先陣を務め、ポーランド・リトアニア共和国の官軍の背後に罠を仕掛け、 そこから適正に奇襲をかけて、コサック軍の勝利に大きく貢献した。その手柄によって、反乱の指導者、ボフダン・フメリニツキーは、クルイ・ボニースを、ルイ・シャンカ連隊長に任命し、ポジーリア地方での主眼兵の編成を任せた。6月に、クルイ・ボニースは、ウクライナの都市民、農民を中心とした、主眼兵を集めて、支配階級であった、貴族、聖職者、 ユダヤ人などを殺害しながら、当地方で、ラディー人、ベルシャーダ、トゥリチーン、ビーンヌイツヤの町々を脱略して占領した。7月12日にクルイボニースの反乱軍は、当時のウクライナで難攻不落と言われたポロンネ城を攻め立てて陥落させ、80門の大砲を手に入れた。クルイボニース勢が次第に西ウクライナ、ボルイニ地方へ進行していくと、 当地方に治療を持っていた、ウクライナ系貴族ヤレーマ・ビシュネベーツィクイー大公が、反乱者を止めるために出陣した。16日から18日にかけてにビシュネベーツィクイーの貴族部隊は、コンスチャンティーニューの戦いでクルイボニースの志願兵部隊に大きな損害を与えたが、反乱の拡大を防止することができず、本国の防備のために撤退した。 その隙を見て25日にクルイボニースの軍勢はもう一つの大きな要塞であったバールを占領した。これによってポジーリャ地方全体とボルイーニ地方の東部は反乱軍の支配下に置かれた。軍事的成功によって一般コサックや庶民の間におけるクルイボニースの人気は嫌ましに高まった。これによってクルイボニースは勢力を伸ばしたが、 反乱の展開については指導者フメリにつきと対立し始めた。リビウ町とリビウの高城9月21日から23日までの間、クルイボニースはプイラーアウツィの戦いでコサック軍の左翼を担当しコサック系騎兵隊を率いた。戦いはコサックの勝利で終わったためクルイボニース勢は先人としてガリツヤ地方へ進行した。10月上旬。 クメリニツキーのコサック軍は、ポーランド・リトアニア連合の最大の都市の一つ、リビウを包囲したが、クルイボニースの部隊は都市を見下ろす近くの山にあった、高木の要塞を陥落させたことで、リビウの市民が、コサックに、代償金を支払うことを促した。クルイボニースは1648年の秋に死去、したと伝えられている。その死について、当時は、 リビウ包囲中に射殺された、イエズスカイ氏によって毒殺された、あるいはフメリニツキーの命令によって暗殺されたなどといった風説が流れた。現在の研究史では、クルイボニースは1648年11月のザモシチ包囲中にペストで病死したと確定している。また、大人の息子ドムイトロクルイボノを先行を残していることから、 高齢者で亡くなったとも推測されている。クルイ・ボニーリスは、有能な軍人であったため、従来のウクライナとロシアの研究史では、英雄視されているが、敵側との和平交渉を一切認めず、貴族とユダヤ人の虐殺を許可していたことによって、ポーランド人やユダヤ人の研究では大悪人として捉えられている。1648から1654。 1965、P70、ニエニワヤクナシエビエホロスニゴジェイドジカ、クニゴニーマイヤーズカ、君の領主、眠いる一角下を立腹させない方がいいよ。クルイボニースノード出身説は、階級闘争を強く意識していた、ソ連の研究士の定説であった。クシーズ・バイブ、1998、ドイツの匿名のパンフレット。 ポーランドに対するコサックの新たな反乱についてでは、クルイボニースがアインゲボーレネンショットと呼ばれている。クルイボニースがスコットランド人であれば、彼のあだ名はキャメロンというスコットランドの名字の役である可能性が高い。エヌヤコベエンコチョウクライナ市の概説1997年。ありがとうございます。